大人気グラドル交通事故後の体調急変で病院へ、指定難病も告白。天浮澄さんは体調が急激に悪化し病院で検査を受けています。バイク事故後イベント出演を中止し、再度体調不良で救急搬送されました。ファンからは心配と励ましの声が寄せられています。彼女は潰瘍性大腸炎を患っていることを告白しています。早く回復されることを願っています。みんなの反応。頭を打つと後遺症が出やすいから精密検査は大事だよね。私も事故で頭を打って検査したけど異常なし。でもたまに頭痛がするから後遺症かも。無理せず休んで体調に気をつけてね。事故直後はアドレナリンで痛みを感じにくいけど、時間が経つと異変が出るよ。彼女は頭を怪我してるから安静が必要。動くと血栓が剥がれて脳梗塞や心筋梗塞のリスクがあるんだ。事故で体調不良になり、原因不明で医療機関をたらい回しにされ、診断に7年以上かかりました。慢性化して治療しても回復が難しいです。点滴で一時的に改善するなら脳脊髄液減少症の可能性もあります。無理しないでください。交通事故で頭を打ったけど、ヘルメットのおかげで大丈夫だった。でも、めまいが続いて、半年後に別の症状が出て入院。脊髄損傷の可能性があるって言われた。頭を打ってめまいが続くなら、脊髄の MRI を病院で受けてね。頭は怖いよね。同僚の子が頭打って病院で大丈夫って言われたけど、1週間後に亡くなったんだって。症状あるときはちゃんと検査してもらった方がいいよ。同級生が脇見運転の軽トラックにぶつけられ、大きな病院で治療しても良くならず、日赤病院で脳髄液が漏れていると診断されました。治療で回復し仕事を再開したものの、3年後に具合が悪化して退職しました。脳の怪我は本当に怖いですね。事故後は軽症と言われたけど、頭の怪我だし元々の病気もあるから、しっかり検査して無理せず体を大事にしてね。医師の証明があれば頭を打った影響の因果関係を証明できるかも。保険請求や保証に重要だね。慢性硬膜外血腫は頭をぶつけて血の塊ができ、後で症状が出ることがあるので検査が大事です。グラドルさんが交通事故で頭部負傷、気温差で体調崩しやすいし後遺症も心配だから、事務所は数週間休ませた方がいい。損害保障は相手の保険会社に請求できるのかな。事務所おかしいよね。事故直後にイベント参加なんて。頭打ったんだから普通は様子見るでしょう。彼女には安静にしてほしい。私も同じ病気で治らないって聞いたよ。薬で症状を抑えるしかないし、申請も面倒。若い人は大変だよね。頑張って。医師は因果関係が証明されないと何も言わないけど、頭をぶつけると後で何か壊れてるかも。大丈夫ってのは今の科学で分かる範囲での話だよ。友人が潰瘍性大腸炎でトイレが近くて大変みたい。お大事にね。体調不良の原因を探るため精密検査を受けてほしいです。アモーさん、努力家で真面目な方だから好感持ってます。無事でいてしばらく休んでほしいです。検査して治療して元気な姿を見せてくださいね。交通事故で頭を打ったら精密検査を受けた方がいいよ。髄液漏れの可能性もあるから。事故後は安静にして、潰瘍性大腸炎は急に来るから注意が必要だよ。頭を強打したら甘く見ちゃダメだよ。昔イケメンアイドルの高橋義明さんが軽く見られてたけど急変して亡くなったんだって。頭の怪我は危険で脳内出血のリスクがあるから注意が必要。事故の症状は年単位で進行することがあるから定期的に検査を受けてほしい。頭を打ってから体調不良なら MRI を検討して。頭あったのに長野行かせるの変だよね。おじさんが看病したいけど会えないのが残念。早く良くなってね。脊髄液減少症は大変だから動かず調べて。難病は大変だから無理せず体を大事にしてね。 SNS 更新せず休んだ方がいいよ。みんなの反応としては、天浮澄さんの体調を心配し、特に頭部の怪我に対する精密検査の重要性を強調する声が多いです。少数意見としては、事務所の対応に疑問を持つ声や、潰瘍性大腸炎の大変さを理解し、彼女の努力を称賛する声もあります。当チャンネルの意見としては、天浮澄さんの体調不良は非常に心配です。頭部の怪我は後遺症のリスクがあるため、精密検査を受けることが重要です。無理をせず、しっかりと休養をとってください。ファンの皆様と共に早期の回復を心より願っています。